ユーザー名を書けば、じゃんけん3連勝負なんと僕やらない。ということでね、じゃんけんをね、今からね、3回やって、負けた方が、Twitter と LINE のユーザー名を、相手が好きに変えると、なんともくだらない深夜番組でね、今やります。あ、そうだ、どうも、ミッシャンでーす。イェーイ。タワでーす。イェーイ。なんとも個性的なテクから。あ、もうこれいらないですね。見て行くぞ。でもね、絶対勝つから。前、トマトに変なチートさせられたばっかだから。行くぞ、てめえ、これ。殴るな。チャカチャカじゃんけん、スタート。行くぞ、もうちょっと下にしよう。最初は、ベンベン、じゃんけん、ポン。はい、これ、ポン。はい、ということでね。とりあえず1点先取しました。もうこれで、もうこれで勝てば、お前の名前をゴミクズにして終わるから。チャカチャカじゃん、チャカチャカじゃん、チャカ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 じゃん、イェイ。ラウンドで、行くぞ。最初は、ブンブン、じゃんけん、ポン。あれ？ちょっと待って。俺、待って、2回勝ってるね。あれ、父さん。あれ、もう、俺、こっちだよね。もう、じゃあ、いいね。もう、あとはラインを変えるだけ。ってことで。じゃあ、皆様。え？ランド3は、2丁目です。あーやりやがった、こいつ。考案者権限で。これはもう、じゃあもう、これで勝った方が、相手の名前を決めると。行くよ。はーい。最初は、ブンブン、じゃんけん、ポン。あ、はーい。ということでですね。タワさんはじゃんけん最弱王だったということで。はい。タワさんの LINE と Twitter は、1週間、ゴミクズになります。おめでとう。ということで、またお会いしましょう。バイバーイ。